大貫政事は、日本の造園系建設官僚、東京大学農学部を卒業、1九9五年頃に建設省都市局都市、緑地対策室長を務めていた。このほか建設省都市局公園緑地課長や住宅、都市整備公団公園事業計画課長課長、補佐参事役、国土庁土地局土地政策課長補佐、科学技術振興事業団公園緑地部長にも、 ついていたとされる。退官後、都市緑化基金専務理事や、日本造園集計協会事業委員長などの役職を務めた。2010年に、第32回日本公園緑地協会、北村賞を受賞した。著書に、改正生,生産緑地法の概要と解説、資料、改正生,生産緑地法同志高令同志高規則、通達、関係税務がある。 第19回沖縄国際洋蘭博覧会1995沖縄国際洋蘭博覧会事務局公共用緑化樹木の品質寸法規格基準の改定及び運用等について建設省都市局都市緑地対策室長通達指示図と緑化の展望研修会の報告国際造園研究センター平成28年度第40回造園科技大学開催の ご案内日本造園集計協会、北村賞受賞者一覧日本公演緑地協会。ありがとうございます。